はい、こんにちは、松岡です。プラレールをね、ヤフオクでね、落札させていただきました。今回一番安い778円772円から、なんかそんな値段で、まあ、700円台、しかも送料が1000円なんで、まあ、1700円1800円くらいで購入できたプラレールでございます。割と箱は大きいんだけども、そんな量は入ってなかったはず。ということで今回も1両ずつ開封していきたいと思います。はい、まずはこちら165系の中間車ですね。メイドインタイランドでございます。はい、傷は多めですが割とホコリはないみたい。はい、続いて165系の先頭車と後尾車でございます。おお、シールの剥がれない、すごい。マジで、あのね、ヤフオクの写真を見た時には全然分かんなかったんだけども、まあいいや、結構素晴らしいと思います。ゴムは劣化するわ、ゴムは残念。まあいいや、それならどうでもいい。はい、動くかどうかですね。はい、動きません。っていうかこれまさかと思うけど、これさ、屋根を感するよ。めっちゃこうやって見ると、あー、これはまさかのギアが割れてます。動かない、あー、動かないみたいですね。はい、残念。もう諦めましょう。はい、続いて機関車トーマスが入っておりました。ボロボロですね。おっと、これさ、屋根を感するよ。すごい重いんだけど、電池入ってるよね、ほら。わー、液漏れしてる。電池は外してほしかった。すごい汚い。まあいいよ。てかさ、ボロボロすぎでしょ。後で綺麗にしましょう。はい、続いて、アニーとクララベル。はい、なぜか120と160っていうシールが貼っておりますが、これは一体何なんでしょうか、ちょっとわかりません。ていうかこれさ、初期じゃね、メイドインジャパンだ。すげー、メイドインジャパンのトーマスが入っておりました。シールは残念ながら剥がれております。はい、続いてこれあれですね、ディズニーランドの機関車。これなんて名前かちょっと覚えてないや。あー、この旗の部分が壊れてないんですが、残念ながら淡水車部分の蓋と後尾車の客車の屋根がありません。非常に残念ですが、連結器の割れはないので、まあまあいいけども、これ動くの？どうやって動かすのこれ。これさ、僕の持ってるやつと違ってさ、どこにスイッチがあるかが全然わかんないけど、どこ？わかった、ここにスイッチがあった。全然わかんねえよこれじゃ。しかも動かないし、なんで。残念。おー、動いた、動いたけど、これ嫌な感じするよ。来てんのこの音は。これは何、ギアが割れてんのこれ、どういうこと。ちょ、待って、ゴムがそもそも劣化してる上に、この中の構造がどうなってるのかわかんないし、ギアじゃないのか。中のギアで回ってんじゃなくて、このゴムのタイヤと中のゴムのこの回転で回ってんだ。え、これ本当の初期のやつだね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、割とレアなの。レアっていうか、その昔すぎるやつを買ったようですね、メイドインタイランド。蓋と屋根がなかったのは残念ですが、まあまあまあいいでしょう。はい、続いてこちら百景新幹線の塗装前のやつですね。ボロボロっていうか、どっちかっていうとベトベトしてる感じ。メイドインどこ、これメイドインタイランドですね。残念ながらなんか割れてんのかな、連結器がこれ外れてんだろうね。カチャカチャしてる。ちょっと分解、分解しよう、分解。この部分が外れていたので、これで OK ですね。こうやってくっつければ OK。これで連結器は外れません。はい。後尾車も特に問題はないです。ちょっとなんかコーヒーをこぼしたような跡あるけど、まあこれ後で洗いましょう。で、問題は先頭車ですね。はい、スイッチが、白いので割と昔のやつですね。あ、これ屋根を感じるよ。残念、動きませんでした。ギアは割れてないんだけどね。非常に残念でございます。いや、まあこれはしょうがないかな。ちょっと後でちょっとゴムのタイヤが完全に劣化するんで、後で交換ぐらいはしておきましょう。続いてこちらでございます。貨車セットに入ったやつですね。非常に懐かしい、メイドインタイランドでございます。ブレーキ車と何、家畜用の貨車とタンクの貨車ですね。シールは剥がれておりません。連結器の割れもありません。非常に懐かしい。いや、これ昔このセットで売ってたんですよ。いや、これ今となったらめちゃめちゃタッチいけどもね、当時はすげえ欲しかったんだよね。なんか買ってもらえなかった記憶がございます。あー、割れてた、連結器割れてた。後で交換しておきましょう。はい、続いて懐かしい車両ですね。名鉄のパノラマスーパー。パノラマカーっていうの、プラレール箱で売ってるやつじゃなくて、その昔80年代から90年前半だったかな、その時に売ってたやつですね。メイドインジャパン、見えるかな、メイドインジャパンって書いてるんですよ。はい、もちろんですが、あー、ちょっと錆びすぎですね。これもしかしたら動かないと思います。残念。あー、ちょっと待って待って、ギア割れとる、マジで。ちょっと待って待って、割れてるわ、チチーン。まあ全部合わせて700円なんで、まあまあしょうがない。ただなんか状態はかなり良さそうなので、後で洗って綺麗にしましょうかな。あとね、やっぱ連結器が割れてんで、これは後で綺麗にしましょう。そして最後、わーわーわー、マジで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 、メイドインタイ、おー、ちょっとちょっとマジで。はい、
蒸気機関車 SL デゴイチ。デゴイチのこれはあれかな、フラキッズ、昔の夏人形遊び用のデゴイチですねが入っておりました。マジか、うっそー、だってさこのモーターだよ。うわー、マジか、これは動くの。おー、動いた、すげーすげー、動いた動いた、これすごいね。人形はないけど、まあまあまあいい方でしょう。ただこれなんで、これさ皆さんちょっと気づいたと思うんだけども、これ長さ違うよね。ってことはさ、これこれとこれさ、この部品さ逆だよね。ちょっと待って待って待って、はい、これでね長さがぴったり。これなんて言うんだっけ、この部分のなん、ピストン棒か、ピストン棒だったっけ、ちょっとごめん名前が思い出せないんだけど、まあいいや、この黄色い部分がね長さぴったり合うようになりました。ちょっとこれ取れやすいのはあれかな、その曲がっちゃってるからかな、非常に残念ですが、まあしょうがないでしょう。あとで綺麗にしましょう。で淡水車、これあれでもちゃんとブラキッズ、ブラキッズって言うんだけど、昔はなんか人形遊びっていうか人形か。でもすごいね、ほらこれすごい、これ80年代とか90年代前半でしょ。人形がないのがすごい悲しいけども、まあいっか、ホコリまみれなんで後で綺麗に洗いましょう。はい、ということでほとんど動かない車両でしたが、まあレアなプラレールがたくさんあったので良かったかなと思います。ということで今回は、これで以上でございます。後で綺麗にしてね、ちょっと駅の再現の時とかに使っていきたいと思いまして、動かないやつはちょっと動くようにね、これからちょっと修理していきますんで、ということで今回はこれで以上でございます。他の動画でお会いしましょう。サビのあたりで気づいたふりしては、ラー